はい。さて、ご質問。今回のご質問は、補中液湯と併用していい漢方薬は何ですかってことなんですね。で、補中液湯って、朝鮮人参と奥義を含んでる漢方薬、神器剤、これ10個あるんですけど、その中の王様です。ね、だから、気力、体力をつける漢方薬の王様なんですね。ってことは、気力がない、ね、元気がない、体力がないと思ってる人には、まず補中液湯を出して、そしてそれにどんな漢方薬を併用してもいいです。ね、つまり何でも OK っていうこと。ね、それを、まず覚えてください。でね、保険病名さえ合ってれば、基本、処方できるんですね。ただ、ちょっとこう、漢方を知ってうるさい先生は、朝鮮人参と奥義の薬をダブって出すと、たまに叱られます。つまり、補中液湯と従前大補湯を一緒に飲ますとか、補中液湯と人参溶液と一緒に飲ますとか、補中液湯と気湯、上気湯を一緒に飲ますとか、ね。これ、神器剤なんだから1個でいいだろうって言われかねないんですね。まあ僕はあえてそういうのを出すこともあるんです。知っててね。でも、万が一言われたら、ああ、なるほどと。ね、同じ方向を向いてる薬を、一緒に出したからちょっとまずかったのねと思ってください。でそれ以外は基本的にどんな薬も出してもらって基本問題ないと思っています。でそうするとね、補中液湯の中身結構大事なんです。朝鮮人参と奥義が入っている、ね、だからこそ同じような朝鮮人参と奥義が入っている薬を出すっていうのはちょっと疑問ですよねっていう回答がきます。同じようにサイコが入ってるんですね、補中液湯って。だからサイコ剤なんです。だから補中液湯にある意味小サイコ湯を足すとか、大サイコ湯を足すとか、それはちょっとなんでかなって思われちゃうんですね。でも補中液湯に例えば神醤油さん足す、ね、神醤油さん実はサイコ剤なんですよ。でもこれってあんまり文句言われないんですね。補中液湯で気力体力をつけて、かつ、上醤油さんで、こう更年期障害っぽいのを治す、そんなイメージなんです。でもそれがもしもノーって言われたら、その一生合わせた感じ、補中液湯と上醤油さんを一緒にした感じが、上気湯だって覚えてください、ね、ともかくいろんなことが OK なんですね。補中液湯と五苓散だっていいです場合によったら補中液湯と麻黄剤だって、結構使えます。で痛みがひどければ補中液湯と麻布最新とも使えます。でくれぐれも保険病名ね、僕たち保険医ですから、保険病名は、こういう手帳があります。これには保険病名というか効能効果しか書いてありません。その効能効果をできれば一回一回最初は開いてみて、そしてその効能効果の中の文言が1個でも入っていれば基本 OK ですからね。詳しく見なくていいです。何か該当する文言があれば保険は通りますので、そこだけ注意してしっかり出してください。そして用量用法もこれは決まっているので、食前または食間で1日2回から3回です。それ以外を書くと薬局の先生からね、質問が来ますから、まあ、できれば、処方箋にはその旨を書いて2回か3回食前食間で、もしも変更する場合には口頭でね、変更して出してあげてください。まあぜひ皆さんいろんな訴えに、漢方薬を処方して、患者さんを助けてあげてください。西洋医学の補完医療としては漢方はとてもとても役に立つと思っています。はい、やったー、終わったー。